はい、酒好きな、元新潟人の石とかです。今回は、これは、ノンアルコールビールですね。01。キリンです。一番搾り製法、アルコール度数 0.00%、ノンアルコール。原材料が、麦芽と水飴と、食物繊維と、米発酵エキスと、ホップと、香料と、酸味料と、調味料と、乳化剤。一番搾り製法で麦の旨味を丁寧に引き出したノンアルコール飲料です。これちょっと気になってたんですよね。なんかうまそうな見た目。で、一番搾り製法っていうのがあって、まあ、これ新商品ですね。なんかうまそうなんだよ。まあでも、まあノンアルコールビールだから、まあうまいかって言われると、どうなんでしょう。一般的にノンアルコールビールだと大体、まずかったりするんでね。酸っぱかったりとか。っていうのが、ああ、さっきなんか、賞味期限半年切れてるビール飲んだから、なんか、あれだな。変な悪酔いしてるな、ちょっと。変な酔い方してるな。なんか頭痛くなってきた。絶対あのせい、あれのせいだ。100%、あれのせいだ。不純物が多いの飲むと、あれ、悪酔いするからな。絶対あれのせいだ。頭が痛い。なんか頭の後ろ側が、頭痛が。乾杯。あ、酸っぱくは、なくもないんだけど、でも、ちょっと変わってるね。すごい、なんか、変な。なんだろう。なんだこれは。なんだこの変な香りは。変な香りっていうか、いや。ビールの香りではないんだけど。なんかこう、おって感じの美味しい香りがする。なんか。雰囲気として美味しいような香りがする。今まで嗅いだことない。後味が。なんだこれは麦か、これは。これは麦なのか。なんか麦の、もち米の、何言ってんだ。麦をいったやつの、なんか、麦飯みたいな味するな。麦飯みたいな。これ麦飯だべ。ちょっとなんか、米っぽい雰囲気のこの、甘さっていうか、いや、甘くはないんだけどさ。なんやろな。麦、もち米とかさ、麦飯を炊いたことないけど、炊いた時にこういう匂いするんだろうなって風味の匂いがする。ただこれビールじゃない。全然ビールじゃない。どちらかというと、これは、ここにちょっと気になるのが、原材料に米発酵エキスって書いてあるんだけど、これなんだ、多分。
この味がする。米だ、これ。米のね、風味がする。うん。なんか、白米食ってるような、なんか、白米じゃないんだけど、なんか風味として、米っぽい、味がすんねん。うん。米の香りみたいなのがする。っていうのはある。まあでもダメだね、これ。やっぱり、これビールじゃない。あの、ドライゼロだっけ？うん。あれに比べるとアルコール度数ゼロの、あの、アサヒのやつに比べると、明らかに、あれじゃないね。美味しくない。なんかいけそうな気がしたんだけど、やっぱりダメだったみたい。うん。なんかめちゃ、あの、見た目がいいんですよ、なんか。見た目が。なんかこうして見ると、いや、普通に、あれじゃねって。ビールっぽいね。でもなんか、飲んだら全然変な味がするという、まあ、こともないんだけど、まあ、あ、日本人が食い慣れてる米の味がするような感じがする、多分。多分米っぽい味する。うん。不思議だよね。ビール飲んでたら米の味がするっていう。あ、米とかなんか、もち米とかの味がする。もち米の、もち食ってるような味するな。後味がね。これは、あの、今までに、あの、ないパターンですね、これ。うん。これは一回飲んでみてもいいかも、これ。うん。米っぽい味がするから、これ。うん。それちょっと、米っぽいビール飲みたかったら、まあ、ってこともないんだけど、ビールじゃないからね。味がもう全く別物だから。麦じゃねえんだよな。もう味が米なんだよね。なんか米をビールみたいな感じ。うん。やっぱここまで違うかっていう、米と麦だとやっぱだいぶちゃうなーって、うん、感じつうのかな、うん、やっぱり明らかに米と麦だとこれ味違うわっていうようなのを再確認させてくれるね。あの、某ビールみたいにさ、あの、エンドウタンパクとか使われてるやつ。で、あの、エンドウ豆のまずさがわかるって。これ、ビールじゃねえだろっていう味がする。これは明らかに、あの、まあ、ビールじゃないっすね。ノンアルコールビールもんでもない。まあ、これはあんまり、あんまりっていうか、これは、全然、美味しいかっていうと、全然、美味しくはない、ですね。ただ香りだけは明らかに雰囲気が違うんで、まあ。まあ若干買ってみてもいいかもしれないですね。まあ俺はもう二度と買わないけどね。
2242です。うん。ご視聴ありがとうございました。